鳥インフルエンザが多発していることを受けて県は養鶏農家などに対しネズミや昆虫の駆除を求めていますきょう行われた緊急の貿易会議では詳細な駆除方法などが示されました県内では去年11月30日以降これまでに11件鳥インフルエンザが発生しています 農水省の疫学調査では多くの発生傾斜で3センチほどの隙間が確認されそこからネズミなど小動物が侵入した形跡が確認されています県では今月6日から家畜伝染病予防法に基づいて養鶏農家に対しネズミや昆虫の駆除を求めています緊急防疫会議では 専門家が毒の餌による駆除など、対策のポイントを紹介しました。燕国動くネズミの習性を知ることも重要です。鶏がいるケージの金網の上とか、パイプとかですね。それを自由自在にこう動き回ってくると、三次元的に動いてきますね。三次元的に動きながら、糞をしていくんですよ。それが怖いんですね。その糞の中にウイルスが入ってるんですから。はい、橋本獣医師は。 基本に忠実に、毎日の仕事として鶏舎の穴を塞ぎ、消毒をすることが重要と話していました。